県内ではきょう過去最多となる2094人が新型コロナウイルスに感染したことが確認されましたこれまでで最も多かった今月16日の958人の2倍以上となり過去最多を大幅に更新しました感染が確認されたのは仙台市で1242人石巻市で83人名取市で78人気仙沼市で76人 富谷市で70人など、合わせて2094人です。一日の感染者数は、これまでで最も多かった今月16日の958人を1136人上回り、過去最多となりました。また、仙台市でもこれまでで最も多かった今年2月9日の628人の2倍近い感染者数となっています。 町の高齢者施設ではクラスターが発生し14人の感染が確認されました。